回は秋をイメージした図案を刺繍していきます。概要欄に無料図案がありますので一緒に刺繍してみてください。まずは下書きをしていきます。今回は図案が大きめなので、もし心配な方はずれ防止にマスキングテープや待ち針などで布と図案を留めて書くのもおすすめです。刺繍枠にはめ込んで刺繍をしていきます。まずはもみじから縫っていきます。使用する糸はコスモの405です。3本取りでレイジーレイジーポップコーンステッチをしていきます。もみじの葉の中心から7枚が広がるように縫っていきます。まず小さいチェーンステッチを縫い引っかかりを作ります。そこに針を通して3本大きな輪を作っていきます。葉っぱの大きさに合わせて大きな輪っかを3本作ります。輪っかを結ぶような感じになります。そして針を葉の頂点に刺して一つのステッチが縫えます。これを同じように繰り返していきます。
部分をアウトライン・ステッチで縫っていきます。どんぐりです。糸はコスモの2040を使用していきます。3本取りでコーデットデタッチドボタンホールステッチを縫っていきます。まずどんぐりの帽子の部分の輪郭をバックステッチで縫っていきます。糸が通るぐらいの幅間隔、3ミリぐらいの幅で縫っていきます。次に右下から針を出し、バックステッチで縫った糸に針を通し、糸の後ろから出ている針を引っ掛けて縫っていきます。1段目が縫えたら横に糸を渡して、1段目で縫った糸と渡してきた糸をすくって、針の後ろから糸を引っ掛けて編むように縫っていきます。3段目以降も同じように縫っていきます。最後はバックステッチの糸も一緒にすくって縫っていきます。針を裏面に出して玉留めすれば完成です。次にコスモの308を使用してどんぐりの下の部分を縫っていきます。6本取りでサテンステッチをしていきます。縦に立体感を意識して糸を刺していきます。最初は間隔を空けながら縫ってバランスをとっていきます。
は金木犀です。コスモの403を使用して3本取りでバリオンステッチを4つ入れていきます。中心部分で細かく布をすくって10回巻きで縫っていきます。同じように縫っていきます。次に中心部分をコスモの110を使用してフレンチノットステッチを入れます。3本取りで1回巻きです。真ん中に2つ入れていきます。最後に茎の部分をコスモの2117を使用してストレートステッチを1本入れていきます。木の実を縫っていきます。糸はコスモの405を使用します。6本取りでフレンチノットステッチを入れていきます。次に枝の部分をコスモ2040で縫います。3本取りでアウトラインステッチを入れていきます。次は栗を縫っていきます。まず下の部分をコスモ2039で縫っていきます。6本取りでバックステッチで埋めていきます。そしてコスモ386を使用して3本取りで縦にロング&ショートステッチを入れていきます。Thank you.
スモ2006を使用して縫います。6本取りでサテンステッチで全て縫っていきます。中心から扇状に広がるように間隔を空けながらバランスをとって縫い始めます。部分が縫えたら茎の部分は斜めに糸を入れて縫っていきます。最後にリスを縫っていきます。まずコスモ110を使用してお腹の部分を縫っていきます。3本取りでロング&ショートステッチをしていきます。次にコスモ2039を使用して全体を縫っていきます。お腹と同じように3本取りでロング&ショートステッチを入れていきます。毛並みを意識して糸を入れていくのがポイントです。尻尾まで全て縫えたら次にコスモ2040を使用して縦じまの部分を縫っていきます。3本取りでアウトラインステッチです。Thank you.
最後にフレンチノットステッチで花の部分を縫っていきます。2回巻きです。完成しました。いろいろなステッチを使っているので楽しみながら挑戦してみてください。それでは次回もお楽しみに。